私たちはそれを調べに来たんだろう。何言ってんだ。なんでしょうね、この根っこ。気持ち悪い色してますね。ただの植物ではあるまい。何者かの意志でこうなったに違いない。わかりませんけれど、このままパリ中に被害が拡大したら大変なことに。奥に何かいるぞ。諸君か。また世の邪魔をしに来たというのか。さあな、一度は死んだかもしれん。だが世はここにいる。このパリが世を求めておるのだ。破壊してくれと呼んでおるのだ。またなんか出てきたよ。そのようなものは知らん。今の世に見えているのは叩き潰された諸君らの姿だ。覚悟しろ、小僧ども。今度は前の世にはいかん。狙われるとは運の悪いやつだ。
荒ぶる海の守護者。今こそ目を覚ませ、ユリーネプチューン。チェックメイト。素晴らしい式だ。僕より来たれ、災いの塔。朽ち果てろ、デモンファルチェ。いい式だな、楽に儲けられるよ。狙われるとは。
運の悪いやつだ。チェックメイト。素晴らしい式だ。この戦いを貴公に捧げよう。守られる。悪くないな。あ
ローコ滅却。くらえ、ここ無双。たとえこの世が滅びようと、針の滅びを止められはせぬ。針が針である限り、滅びの曲は鳴りやまぬのだ。猫が光り始めたよ。カルマールは倒した。どういうことだ。植物と怪人に関係はないのか。あるよ。はじめまして、と挨拶すべきかな。心配いらない。彼らの仲間ではないか。まして君たちの味方でもないよ。大いなる古の意志を伝える者、人間はサリュと呼んでいた。かつてこの地は自然の恵み豊かな大地だった。なんだサリュとやら、くだらぬまやかしはやめろ。でも、なんだか懐かしい感じがするよ。昔、どこかで見た気がする。これは、彼女たちが祖先より受け継いだ太古の記憶。セーヌ川に浮かぶシテ島。かつて、この地には自然と共に生きる一族がいた。その名を、パリシー。自然と共に生き、大地に愛された一族。パリシーの時は終わり、ローマ人により滅ぼされ、大地にパリシーの怨念を刻み、道を誤った人間に踏みにじられたのがパリ。このパリにそんな歴史があったなんて。人間はパリシーを恐れ、パリに魔術を用いた城壁を築き、怨念を封じ込めようとした。
パリに生まれた怪人。それこそがパリシーの女。自分たちの手で築いた城壁を自分たちの手で破壊した愚かな人間を罰する者。君たち、パリ歌劇団も怪人たちと同じパリシーの血族なのだ。見せてあげよう、パリシーの血を、その証を。これは、私の手の甲に紋章が。ふざけるな。私たちと怪人が同じ血を引いてるだと。ですがロベリアさん、胸の奥から湧き上がる奇妙な懐かしさを感じませんか？隊長、理由は説明できないの。奴の言うことは確か。僕、生まれるずっと前にパリシーとして生きてたと思う。なぜだかそう思うんだ。私にすごい力があったのも、みんなに霊力があったのも、パリシーの血のせいなんですね。その紋章こそがパリシーの血族たる証。パリシーは死せる魂に大いなる力が宿る。怪人は死して我が力とな。君たちが怪人の肉体を滅ぼし、魂をも滅ぼしてくれた。そして、怪人の死した魂は、この寺院の地下に眠る古の力を呼び戻す。これは君たちに倒された、司祭にして生贄たるもの、怪人たちの魂。目覚めよ、オーク巨獣。パリシーの魂を持って古の盟約を果たすのだ。できません。パリシーの血を引く者が逆らえるはずがないだろう。パリシーの願いは成就された。とこしえに消えるがいい。パリと名付けられし偽りの都市よ。それではごきげんよう、パリシーの子供たちよ。また会う日まで。巨樹の直接攻撃により主要道路は壊滅、建物も倒壊、都市機能は完全に沈黙しました。明日の夕刻にはオーク巨樹がパリ全域を覆い尽くします。パリが消える。
まさに最悪だね。ムッシュ、それは違う。オーク巨樹だけなら勝てる見込みはある。問題なのはこの子たちだよ。祖先がパリシーだと知って戦う意志を失っている。失ってはいない、失ってはいないのだが、パリシーの歴史を知って今のパリを守ることに納得がいかないのです。甘えるんじゃないよ。これは戦争なんだ。そしてあんたたちは兵士なんだ。違う、私たちは人間だ、機械じゃない。あんたの言いなりにはなれない。人間だけどパリシーなんだ。僕は戦えない。グランマ、大神さん、すみません。どうしたんだ。シャノワール劇場部分にオーク巨樹が到達。外壁に攻撃を受けています。全防御シャッター閉鎖完了。地下施設までの突破予想時間10分。とりあえず脱出するんだ。メル、全施設内に避難命令を出すんだよ。シー、ジャンにエクレールの発進準備を急がせておくれ。わかったね。に、オーナー。あんたたち何してるんだ。早く格納庫に向かうんだよ。はい。こいつはエクレールホルト。敵地への強行突入を目的にした新型エクレールさ。じゃあ自慢後にしとくれ。時間がないんだよ。分かってますよオーナー。後部はすでにフォルトの中だ。早く乗り込め。シャノワールスタッフはエクレールフォルトへの搭乗を急いでください。全スタッフ搭乗完了。シャノワール内の生体反応ゼロ。発進準備を急げ。もたもたするんじゃねえ。オーク巨樹、格納庫内に侵入。エクレールフォルトに迫ってきました。遅かったか。緊急発、総員衝撃に備えな。蒸気ユニット臨界突破。安全装置解除します。発進。オーク巨樹、来ます。手砲発射。
ー。